日本政府といたしましては、いかなる事態に対しても原水爆を使うことを禁じるように要求する声明書を発表いたすことにした次第でございます。俺たちは幸せじゃねえか。どこに逃げることもありませんよ。顔を合わせて送って。どこまで来たんや。関連ある限り無関係ってことは当然攻撃を受けることを覚悟しなくては。でも私たち人間同士の話し合いだ。そんな恐ろしいことは。そうだよ。だけど僕たちお互いに愛し合って生きていくためにも進んでやっていけない。バカ野郎、そんなこと考えたら人間一人じゃ生きていけないじゃないか。なんでおったらみんなみんなそばで邪魔してしまうのよ。誰の邪魔もしねえんだから、こんなちっぽけな望み大事にして生きてる人間よ。ユニプレーツの人は伝えてくれなんて、俺言うてねえ。一人もいなくなるんですか、友情人の。